IMI ガリル、IMI ガリル、ゴリールは、イスラエルの IMI 社製の不評用小銃、アサルトライフルシステムである。2005年以降は、同社消火器部門が、独立状態となり設立された、イスラエルウェポン・イラストリーズ、EV 社が生産、プロモーションする。名前は開発者の一人、ロシア出身のイスラエルガリリ、イスラエルゴリリ及び、ガリラヤ地方に由来する。 イスラエル国防軍は1950年代まで FN フェルを採用していたが、1967年の6日間戦争によって、軍首脳部は FN フェルより軽量かつ丈夫で、さらに命中精度の高いライフルの必要性を実感した。そこで、軍首脳部は以上の条件を満たした上で、西側諸国に合わせるため、輸出に際しての近代兵器マーケットへの対応に、 ナトー標準のの 5.56X45mm M193 をを使用する、アサルルトライフルの開発を決定した。このトライアルでは、イスラエルガリルと、その補佐役である、ヤコブリオール、ヤカブリーアが共同開発したライフルが採用され、これが後にガリルライフルシステムの基礎となった。試作段階においては、フィンランドで製作される、 カラシニコフコピーのバルメ社製 RKM62 のレシーバーを輸入、アメリカのコルト社とキャデラックゲージ社それぞれに、合計 5.56mm 仕様のバレル素材と、マガジン、ボルトを発注、ストックは、FN フェールのそれを流用し開発された。自国生産能力が低かったイスラエル建国初期は、 工作機械の不足からバルメ社より引き続きレシーバーの輸入を行い製造していたが、生産ラインを確保すると純国産ライフルとして量産れた。量産体制が整ってからは、イスラエル国防軍の一部に配備されていたが、後に登場したタボール AR-21 などに置き換えられた。現在はコロンビア、ペルー、ボリビア、チリ等の南米で広く採用されているほか。 発展型のガリルエースの 7.62X39mm 弾を使用するモデルをベトナムが正式採用している。特に過酷な環境にある国に多く採用され、南アフリカをはじめとして、エストニア、クロアチア、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コンゴ、トリニダード・トバゴ、ジンバブエ、ニカラグア、フィリピン、ボツワナ、ホンジュラス、トンガ、ミャンマーなどで採用されている。 設計者のガリリは、イスラエルの過酷な環境において、M16 よりも AK-47 の構造の方がより適していると考えており、ガリリとリオールの2人が提出したライフルは、AKK ライフルから欠点排斥するという作業によって開発されたと言える。機関部はほぼ AK-47 からのコピーであり、同じく部品点数の簡素化による兵士の負担減少や、 訓練時間の短縮などの効果がある。西側諸国、NATO に合わせ 7.62EX39mm 弾より、昇降系で反動の少ない 5.56mm、NATO 系列を採用することや、アイアンサイトの消耗と調整の距離を長く取ることで、AK-47 の欠点だった、連射時による命中率の低下も抑制された。 主要外部パーツの形状の際から全く異なったライフルであるように見えるが、基本的には AK-47 の機関部を 5.56mm、ナトウ系列の弾薬に対応させたライフルである。ストックが FN フェルのサイドスイングストックと同じ形状になっているなど、多国製のライフルから流用された部分がある。マガジンは専用の相談数35発50発の バナナ型断層が用意されており、アダプターを使えば、ナトー標準の30連断層も使用できる。50発マガジンは、主に簡易軽機関銃としての用途に使われる。R4 として、ライセンス生産する南アフリカのデネルグループ、ベクター社では、センサテック、ポリマー樹脂採用のより耐久性の高いマガジンを開発している。こちらは蒸気に加えて5発20発30発など、 バリエーションは本家よりも幅広い。当時の AK-47 派生ライフルとしては珍しくセーフティスイッチ、安全装置が両側についている。銃の左側面のセーフティは小型でグリップに近い位置につけられており、親指だけで快適に切り替えることができるように設計されている。銃の右側面のセーフティは AK-47 と同じデザインで安全位置では 機関部カバーを兼ねる大型のものである。本銃特有の装備として、バイポットの固定具に線抜きを装備していることが挙げられる。これは、イスラエル国防軍が導入を始めた初期段階に、前線から相談不良の報告が続出したため腹を調査してみたところ、兵士たちが瓶の王冠を外す際、手元に線抜きがないため、 適当な代用品として身近にある断層の、球団口部分の上段を使った結果、これを変形させてしまったのが原因と判明した。通常ならば、そのような用途には使用しないよう通達され、部隊側も兵士に線抜きを支給するものだが、設計者はこれを聞いて、ハンドガード部のバイポット固定器具、ハンドガードを握る際、小指付近の位置に線抜き用の金具を追加した上、バイポットと、 銃本体の接続基部にワイヤーカッター、ヒンジ部に針金を当てない、バイポッドを格納状態から転調した状態にして切断る構造まで付与している。性能に直結しないこのような機能をライフル自体に付与することは世界的に見ても珍しい。これらの機能はガリルアームモデルにのみ備えられており、 後に製造された簡略型の AR では、バイポッドと共に省略されている。また、簡易的ながら、アームモデルが本来持っていた、軽機関銃としての役割が、ネゲブ軽機関銃に引き継がれることとなり、アーム自体の生産も、狙撃向け口径 7.62EX51mm、セミオートモデルがラッツのみに縮小され、現行型では、さらなる改良によりこれらの機能は、 完全に省略された。作動方式、ロングストロークガスピストン、ロータリーボルト閉鎖方式。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。